明日からは気が落ちるから今日しかねえだろうが。どうならもう諦めもついてるしよ。ちーちゃん、明日から中間テストだけどどうする？一緒に勉強する？中間テストって何ですか？番号聞いてもいいですか？姫はいつでも本気ですよ。テストっていうのはね、一問一問じっと見守る仕事なんだよ。今まで授業でやったことがちゃんと身についてるかチェックするんだ。授業ですか。ノートですか。それってダメだとどうなるんですか。様は現役だ。え、ユミさん、去年も一昨年もずっと一緒だったじゃないですか。カズ君とは一緒だったよね。去年も一昨年もその前もその前も。私も一緒だから。じゃあカズくん、一緒に勉強しよう。カズくんが解いてる姿をだよ。姫も嫌です。姫、勉強するですよ。ちーちゃん偉い。それで勉強って何するですか。ま、頑張んなさい。俺様は私はカズくんと一緒なら勉強するよ。私は馬に蹴られたくないし、吐かなかったわよ。せいぜい片手で一つまみくらいの願いだったんだけどね。高坂さん、明日からのテスト
ことなんだけど、ちょっとだけお話いい？お勉強するですよ。いえ、それも勉強するです。おお、はい。何するでしょう。カズマさんは何か
ズマさんと一緒に。カズマさん、ツルさんってどうして人間の姿になったですか？よくわかんないですよ。カズマさんがわかんないなら姫もきっとわかんないです。でも最後のところもよくわかんないんですよ。姿を見られたら飛び去らなくちゃいけないんですか？本当に好きな人だったら鶴の姿のままでいてもいいじゃないですか。約束ですか？この青年さんが鶴さんとの約束を破っちゃったから鶴さん怒って逃げちゃったんですね。カズマさん、指切りの約束覚えてるですよね？さん、ちょっと意地悪ですから、忘れたふりして姫を困らせようとするです。カズマさん、まもなく完全下校の時間です。学園内に残っている生徒は速やかに下校してください。お帰りですか？気をつけてくださいね。はい、明日何ですか？
母さん。ですけど。はいですよ。カーズ、今日帰り遅かったけど、どこか行ってたの？え？本当に？本当ですよ。カズマさんと一緒にお勉強してたですよ。そっか、チビちゃんがそう言うなら、そうなんだ。だって、チビちゃんなら嘘つかないでしょ？携帯嘘つかない。そんなじゃなくても、姫は嘘つかないですよ。うん、そうね。ごめんなさい。そっか、勉強か。テスト前に何遊んでるのって叱ってあげたかったんだけどね。お仕置きしてあげたかったんだけどにゃー。お仕置き、ちぇ、カズもいけず。それじゃあ今からお姉さんとお姉さんとしかできないめくるめくお勉強タイムを。どういうのですか？ガニャガニャガニャ。私も一緒に勉強する。いいよね、カズくん。カズくんもいけず。はいです。今日もいっぱい本を読むですよ。じゃあ、入って。香坂くんは悪いことしないわよね。ちょうどいいわ。あんまり人に聞かれたくない話だから。そうね。今日のテストのことなんだけど、正確には姫子ちゃんのテストなんだけど、
ういう答えが返ってくるんじゃないかと思う。いいわ、先生の方で何とかします。あの子、香坂君にいわば養われてるわけでしょ。この子は社会人なのよね。与えられた仕事があって、それが生きる目的で、あの子は人と違って、生きてる間に生きる目的を探してるわけじゃないから、そういうのを考慮するとあの子がこの学園で学ぶことは学問じゃないと思うの。だからそういうのを上の人に掛け合ってみるわ。あの子が留年しても何もならないから。認めたわけじゃありません。ただ慣れただけです。こういうことは香坂君も知っていてもらった方がいいと思うし、香坂さんのためでもと思ったんだけど。昨日同じようなことを香坂さんにも話したのよね。じゃあ勉強頑張りますですって。せっかくあの子は携帯電話だからって折り合いつけたのに、うまくいかないものね。正直よくわからなくなったわ。あの子何を目指してるのかしら。そうだ、そういうの聞いといてくれるかしら。先生をからかうじゃありません。香坂君も飲む？すごいでしょ。茶柱立てるのって実はちょっとしたコツでできるのよ。知らない間にね。せっかく仲良くなれたと思ったんだけどね。一見できそうにないって思うことでも、ちょっとしたコツでどうにかなるものよね。大丈夫。先生、この子大事にするから。その辺は十分気をつけるわ。ね。テスト勉強頑張って。